ジョン・ポステルことジョナサン・ブルース・ポステルはアメリカ合衆国の計算機科学者である。インターネットの開発、特にインターネット標準に関して多くの重要な貢献をした。彼は主にリクエスト・フォー・コメンツ文書シリーズの編集者、シンプル・メール・トランスファー・プロトコルの作者として、そして亡くなるまでインターネット・アサインド・ナンバーズ・オーソリティの管理者を務めていたことで知られている。 インターネットソサイティのポステル賞や南カリフォルニア大学情報科学研究所のポステルセンターは彼を記念して名付けられた。彼が亡くなった時、ビントンサーフが追悼文を書き RFC2468 として公開された。2012年、インターネットソサイティによってインターネットの殿堂入りを果たした。ポステルはバンナイズ高校に入学し、その後、 カリフォルニア大学ロサンゼルス校で工学の学士号と修士号を取得した。1974年にデイビッド・ジェイ・ファーバーの指導の下で計算機科学の PhD を取得した。1982年にポステルが作成したインターネットの地図ポステルは1969年12月23日に大学院研究エンジニアとして UCLA で働き始め、そこで a r p ネットの初期の研究に携わった。1973年8月24日にマイターコーポレーション。彼はエリザベス・ J ・フェインダーがスタンフォード研究所に設立したインターニックを支援した。1977年3月、彼は南カリフォルニア大学情報科学研究所に研究科学者として加わった。 ポステルは1969年から亡くなるまで RFC の編集者であり、インターネットプロトコルスイートの基本プロトコルを定義する RFC791、RFC792、RFC793 などの多くの重要な RFC を執筆した。1982年から1984年の間にポステルは、 今日の DNS の基礎となった RFC を強調した。生涯で200以上の RFC を執筆、または強調した。ポステルは長年にわたり、インターネットアーキテクチャ委員会に勤めてきた。創設当初から、インターネットアサインドナンバーズオーソリティの管理者を務めていた。彼は、インターネットソサイティの設立メンバーであり、その評議委員会にもいた。 彼は設定当初から長年にわたり、アストップレベルドメインの管理者だった。上記のすべては、南カリフォルニア大学情報科学研究所のコンピュータネットワーク部門のディレクターとしての彼の地位に関連して引き受けたパートタイムの活動だった。トップレベルドメインの地図を指し示すポステル1998年10月16日、ロサンゼルスで、 心臓手術による合併症で死亡した。インターネットの構築に対するジョン・ポステルの貢献の意義は、インターネットのコア技術文献の一部を形成するものであり、ビントン・サーフが書いた追悼文、RFC2468、I Remember I A N A にまとめられている。また、ダニー公園も RFC2441、Working with John として、 追悼文を書いている。詳細は EN、ポステル、S ロー参照、ポステルの法則とは、送信するものに関しては厳密に、受信するものに関しては慣容にという、通信における設計原則である。堅牢性原則とも、もともとはポステルが TCP を規定した RFC793 において、相互運用性を確保するために、 TCP の実装が持つべき性質として要約した、不死が、より一般化されて知られるようになったものである。原文は次の通り。2.10、ロバストネスプリンシプル TCP、インプラメンテシャンズウィルフォロー、A ジェネラルプリンシプルオブロバストネス、B コンサバティブインワチ u ドゥ、B リベラルインワチュアクセプトフロムアザーズ、RFC793。ありがとうございます。